それでは警官ごと。ああ、お前たちは今のところ顔を知られていないので好都合だ。しかし油断はするな。後で県警を脅せるよう写真を撮ってこい。了解。ライフルを使っていいからなるべく大げさに殺してこいや。はい。写真を忘れるな。本部長さん、いい加減国とテロリストとどっちにつくのが利口か考えてみてくださいよ。あんまりごねるようだとあなたも暗殺しますよ。こちらもいろいろと忙しいんでね。ラウロさん、終わったか？はい、とっても簡単なお仕事で。写真は撮ったか？はい。なんだ、まだ残ってるじゃねえか。適当に取っとけよ。あ、これでいいや。校舎に戻ったら現像に出しとけ。あ、はい。よし、さっさと移動するぞ。スバイフンデルとスバンツィヒドライ、エウロ、オイロ。ドイツ語の EU はオイって読むから。うん。それでこの23は1の位から読むから、ドライウントツバンツィヒ。数字は早く覚えないとね。 5.56 はフィンフコンマフィンフゼックス、 7.62 はズイベンコンマゼックスツバイ。エルザ、何かわからないところある？ないわ。そう。人が10人いて10人が仲良くできないのは大人も子供も同じ。条件付けされた私たちも同じ。エルザはリオにも一人で住んでいて、私たちともほとんど話さない。あえてこちらから話しかけようとは思わないけど。トリエラはエルザともお話しするんだね。話すったって連絡事項とかそれぐらいだよ。私は話しかけにくいな。あの子はラウーロべったりだから私も嫌いだよ。まだあなたみたいに可愛げがあればいいのにね。トリエラは嫌いなのにお話しするの？なんていうのかな、嫌いな人を避けるのは簡単だし楽なんだけどさ。まあ性分なのかな。そうそう、エルザの話が出たから言うけど、クライスもヘンリエッタも昔はあんな感じで怖かったな。え、じゃあトリエラのおかげで？
そこまで思い上がってはいないよ。全ては担当官と条件付け次第。担当官次第。クライスは平気でエルザはダメなの？クライスだって相当不愛想だけど。なんでかな。どこか違うと思うんだけど。私のこと怖いなんてことあったの？トリエラ。はい。今日のケーキはリコッタのタルト。うまく焼けたわ。いつもありがとうございます、クラエス様。なあに？気持ち悪い。マルコ。おう、ジョゼ。なんだ、お前も訓練か？まあね。アンジェリカ、調子はどうだ？はい。だいぶ勘は戻ってきました。そうか。でも無理はダメだぞ。はい。まだまだ狙撃は僕の方が上手だな。どうしたらもっと上手になれるでしょうか？そんなコツがあれば誰だって教えてほしいよ。何度も練習してやっと上達するものさ。はい。よう、ジョゼ。ラウーロ、トスカーナで共和国派を追ってたんじゃなかったのか？そいつはもう片付けたよ。ただ地元警察がかくまってやがってな。ちょっと仕上げが残ってるんだ。そうか。そうだ、お前たち今週暇だったな。よかったら手を貸してほしいんだ。詳しいことは今夜話すからよ。わかった。それじゃ後でな。エルザとお仕事ですか？そうなるかもしれないね。行こう。あ、はい。何かよ。ちょっとお話ししようと思って。それでその町じゃ県警ぐるみでテロリストをかくまってやがってよ。数日前に見せしめを兼ねて警官ごとぶっ殺したんだが、それでも本部長のやつが折れねえんだ。それどころか逆に後者の存在を告発するぞなんて脅してくる始末だよ。とうとう課長から暗殺の許可が出たってわけさ。県警の本部長か。計画はできてるのか？ああ、こっちに来る前に下準備はしてきた。県警の本部の周囲は絶好の狙撃地点だ。車種が二人もいれば楽勝だな。狙撃か。ん？なんだよ。ヘンリエッタは狙撃は下手くそなのか？いや、人並みにはうまいよ。だけど僕や他の擬態の前だと良いところを見せようとして力むかもしれない。やるか。ヘンリエッタにも自信をつけさせたいしな。なあ、ジョゼ。ん？お前さ、いつもそうやって擬態の心配をしてるわけ？ああ。とすると例の噂とかも本当なのか？どんな噂だよ。いろいろさ。さてね、半分くらいは本当だろ。なあ、
前からうんざりしながら見てたんだけどよ、俺本当はそういう歪んだやつって嫌いなんだよな。なんだよ、だったら飲みになんか誘うなよ。バーカ、嫌いだから誘うんだよ。変に避けたりしないで、こうして腹を割って話をすれば、ああこいつはこういうやつなんだって割り切れるもんなんだよな。そうすると今度はそいつのいいところが分かるようになったり、今まで嫌いだったところもよく見えるようになるんだ。話してみるとよ、お前も結構いいやつっぽいぜ、ジョゼ。そいつはどうも。ケネディだって言ったじゃねえか、互いの相違点があることは認めようってな。話すことなんてないわ。でもほら、今度一緒にお仕事するかもしれないから。じゃあ言っておくけど、ラウーロさんの邪魔をしたら許さないからね。どうしてみんなと仲良くしないの？あなた、自分の担当官と他の擬態とどっちが大事なの？私はラウーロさんが一番大事。他のことなんかどうでもいいの。私の時間は全てラウーロさんのために使うわ。ラウーロさんを思いながら、ラウーロさんのためにライフルを磨くの。私たちはあと何年生きられるかもわからないのに、あなたたちには愛情が足りないのよ。そんなことない。私だってジョゼさんのこと大好きだもん。そうなら、もう話すこともないでしょう。早く帰って。なあラウロ。ん？なんだよ。あんたが人付き合いを大切にする男だってのはよくわかったよ。そりゃどうも、一緒に酒を飲んでる甲斐があるってもんだ。でもそれにしてはエルザに冷淡じゃないか。あ？お前な、同僚と擬態を一緒にするなよ。俺はお前みたいにああいうのにはまり込むのはごめんだね。俺はなるべく深く考えねえことにしてるんだ。擬態は確かに優秀さ、銃も代わりに持ってくれる、命令すりゃパニーニだって買ってきてくれる。だけどそこまでやることはないだろう。少なくとも二課のガキどもを気の毒がってたら俺は仕事はできねえよ。ああ、これは俺の考え方だからな。お前はお前のやり方でやっていけばいいんだぜ。なあラウロ。ん？なんで君は校舎に来たんだ？給料がいいからさ。近いうちにまとまった金がいるんだ。擬態も大変だろうがよ、俺たちだっていろいろ大変だよな。面倒見てくれる担当官もいないしな。ちげえねえや。用意はいいか、ジョゼ。ああ。かさばる装備はもう送ってあるからよ。案外手際がいいんだな。まあな。
ヘンリエッタ。はい。シエナは初めてかい？初めてです。じゃあ明日のお仕事が終わったらこの辺りの街を見て帰ろう。少しぐらい寄り道しても大丈夫だろう。はい。しっかりやれ。警察庁舎の真ん前で本部長が殺されたら県警内にはいい C 行動になるだろうよ。それにしてもよくこんな場所が抑えられたな。まあな、いろいろとコネもあるし、博物館とかも突き詰めれば国の管理下にあるようなもんだからな。ラウーロさん、エカートはどうしますか？一応お前のシグの横にセットしとけ。そんなもん使わねえに越したことはないがな。はい。ラウーロ、今日のエルザはどんな感じだ？あ？どんな感じってどういうことだよ？いや、ちょっと気負ってるように見える。ああいう時はよく的を外すんだ。これまでエルザはしくじったことなんてねえよ。そのための条件付けだろ。お前のお人よしもそこまで行くと嫌味だぜ。そうか。来たぞ。本部長の車だ。ターゲットは2台目に乗っているはずだ。車から降りて階段を上っているところを狙う。タイミングを測っとけ。エルザ、何をもたもたしてるんだ？はい。おい、セーフティーかかったままだぞ。ジョゼ、エルザと代われ。今日のエルザじゃ外しそうだ。そんな、私大丈夫です。ラウーロさん、ごめん。エルザ、急げ、ターゲットが車から出てくる。よし。さっさと引き上げるぞ。エルザ、ぼやっとするな。ち、使えんやつだな。ヘンリエッタ。はい。